パチバカ版ニューパル工場委員会、イエーイ。はい、というわけでガラドウでございます。そして今日の T シャツ衣装はドドドドドン、はい、山沢さんからいただいた、ニューパル T シャツを着てお届けさせていただきたいと思います。八代師匠ガイドなどでかつてリノ工場委員会とか山沢あニューパル工場委員会とか動画コンテンツでやったんですけども、なんと今回はこのニューパルサ SP4 with 太鼓の達人八代師匠ガイドでちょっと動画の予定がないと、あらおかしいなと僕は嘆いてところ、ちょっとね鈴木さんに相談したらぜひうちでパチバカでやりましょうということでやらさせていただくことになりました。で、まあ順押しなどに関してはもうボスの方がね実践されてるんで、僕はもう原則主に逆押し、いやどうだろうな今回はという感じなんで早速始めたいと思います。はい、もう行きますよ。もう俺はもう打ちたくてしょうがないですから、とりあえずもうドットモードで僕はもうまあ逆押は中ですね。ちょっとね状況に応じて今回いろいろありますので、まあ、どんなものをお見せできるか。僕が一番心配してたのは、まあ、この太鼓の達人とのコラボとかいうところもあって、リーチ目がね7回り一直線 OK になったり、ベル揃いが重複確定になったり、左リールにボーナス絵柄なし目の腕角が、ついたりして、要は変速の制御も変わってしまったんじゃないかと。そうなるとガルゾを潰しといいますか、はい、これはね公約対応ですね。非常に困ったことになるなと思っていたんですが、ありがたいことにね制御は全く同じでございました。同じプラスちょっとね進化があったんですけども、それをどこまでお見せできるかは分かりませんが、基本的に中押し逆押し、やっていただいている方はもうこれまでの打ち方で全部通用するんで、で順押しがちょっと分かりやすくなったというふうに解釈していただければいいかなと思います。でね、これカエル通貨なんですけど、途中で立ち止まるパターンが、これまでもあったんですけど結構今回割と出ます。ボーナス期待度はこれまでより下がってます。で今右チラ出ましたね。これは前 SP3 だと戻ってたんですけど、出っ放しになって押した時に戻る感じですね。だからこれが例えば第一で残ってて、あまだ残ってる残ってるんとか、あともっと乗り出すとかなれば熱いと。で、左からのチラは、今回は、ないです。今途中になりましたけど、カエル通過で途中でカエルが止まるパターンは、前作までではもう激アツな感じだったんですけど、今回割と出ます。だから信頼度としてはちょっとまあ低いのかなと。なので、そのこれです。今いいタイミングで決めてたね。はい、でこれがまあ出るということは、通常の通過のみは、まあ、さらに、まあ、ボーナス期待度はちょっと下がってくるのかなという感じですね。お、来ましたね。バウンドスタートというかリールロックというか、まあ俺リールロックって勝手に呼んでるんですけど、正式名称だったら入れといてください。これはもう入ったでしょ。ほら来た。ありがとうございます。健在ですね。上下段7停止は腕角、しかもビッグ確定と。で、前作まではボーナス優先制御だったので、例えば重複でこれが出ていて、その場合オレンジがこういうふうに揃ったりするんですけど、その場合に7を狙ったらもう7テンパって揃っちゃうっていうのがあったんですが、まあ、今回はもう公約優先制御になってるんで、もうこうなったらもうそのまま揃えて OK でございます。やっと38ゲーム OK。 ビッグ中に関してですけど、前作などでは、1回あのベルを取って、それから逆押しして最大獲得枚数を取るというのがあったんですけど、今回はもうオールフリー打ちで、もう普通にみんな同じ枚数で、あとは入り目チェックですね。どこで入ったか、ゲシないであってほしい。はい、BB 開始0ゲーム前、ということはもう成立ゲームで揃えた。これもね結構でかいんですよ。これねもっと面白いあの展開になるのがこの後出てくると思うんで、子役優先制御になったのが本当に
大きいんですけど、なるほどねっていうのをね、ちょっとお見せできれば、できればというか、すみません、もうできるまで撮ります。今日何時間でも打つんで、もう本当に。まだ午前中ですけど、夜まででももう無理やり打ってしまいます。で、SP3 の時はこの通ってる時にプッシュをしてこけたりすると確定とかあったんですけど、どうやら今回は隠しボタン的なものはなさそうです。ないと思います。雨、まあ主にリプレイを外れ、はい、リプレイでこれで、あ、さあ雨が激しくなりました。豪雨雷雨、これも正式名称あります。出しててください。これは入っていてくれよ。あー、どうなんだろう。あー、リプレイまだ続いている。頼む。押した。ゲッチェーな、決まりました。はい、これでね、こちら、はい、ありがとうございます。さあ、これで、どこで入っていたのか。はい、やっぱあのリプレイですね。最初の雨が降ったところのリプレイ、BB 開始2ゲーム前に入ってましたよと、答え合わせができる。ゴール振り打ちで、280枚ですかね、ビッグだと固定で。で、レギュラーボーナスが、98枚かな、取れるんで、この辺はもう誰が打ってもフェアにいけるっていう風になってます。はい、で今ビッグ終了しまして、一応終了画面がね、今カエルの後ろに、まあ、ちょっと音符がこう流れてるような、これはね多分デフォルトだと思うんですね。あと満月とか、流れ星系とかいろいろあるんですけども、これはまあ数値はまあ具体的になってないんで、それはおいおいと発表されていくんじゃないかと思います。なんといっても今回は設定が6段階、前作の SP3 は5がなくて 4-5 だったんで、まあその分トロフィーのバリエーションも、前作だと金が出たら4は6とかになってたんですけど、まあ色もバリエーションも増えて、それもちょっと楽しめる要素かなと個人的には思ってます。とにかく5がなくてね、 SP3 結構俺よく打ちに行っててしんどい思いしたんですよね。なんか6はなーって言ったところでね、4を使われて4は結構苦しいんで、まあ、5が入ったらもう個人的にはもう万々歳でございます。はい、右チラ、まあ、基本的にもうほぼほぼ期待しなくていいぐらいですね。入っててびっくり系の演出になります。あ、はい、この形ですね。逆押し二角です。逆押しをして、中リール中段にオレンジもしくはリプレイが停止して、外れた場合、まあ、リプレイの時はだいたいこうなるんで、まあ、リプレイ揃いがあるんですけど、この形はもう基本的にここから公約はない。もし払い出しがあったとしても重複確定で、こうなるともう2リール二角ですね。で、右の停止出目的に言うとどっちかわからないので1万円掛けで、中リールに変える、まあ、下段ぐらいですね。はい、おー、きた。はい、これでレンチャン。お、25ゲームありがたい。さあ、で入り目ドン。はい、あ、重複、はい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 、重複で入って2ゲーム前ね。ドット演出は新しいのはスポットライトと、あとね、波っていうのがあるね。ザーッとここに波が出てくるやつが、あっ、まあ右チラ2連続で出ましたけど、2回目のところで今、まあ、リプレイナビなのにオレンジが揃って、まあ、イコール矛盾ということで、これは当たっていますが、ちょっとどういう動きするか見てみましょうか。おお、上から、これはね、SP3 から採用された爆発のやつですね。はい、一応もうこれでビッグとは分かりましたが、ね、こういうふうにオレンジがこう止まりますね。こんな感じでオレンジが止まります。ああ、来た。告知をしたんだったらもうそれましょうか。カエル。で、カエルは、狙えば上下段止まりますけども、転敗すれば、その時点で2回。厚演出出てゲチェナで一発で決めたいか、ちょっと伸ばしたいかっていうところで、伸ばしたい場合は
あえてカエルを狙って転廃しろってこういうのも楽しみ方の一つになります。はい、入り目は何だ。3ゲーム前の、あ、3ゲーム、あ、そうか、まあそうね、右ちらからですね。でまあ、ちなみにオレンジ揃いで入ってますけど、その前にリプレイが揃ってたでしょ。右チラリプレイ来て、もう一回右チラ来てこのオレンジっていうことがあるんで、場合によってはその前のリプレイで入ってるっていうことも起こりうるわけですよ。連続で子役が出てる場合はね。この決まり手、要はファイリングチェック機能はめちゃくちゃボーナスの楽しみというかね、何でどう入ったか見れるんでめちゃくちゃいいと思います。この形、まあ改めて何度も説明しますけど、7上下段はビッグワン角で、下段バー、そして、ボーナス絵柄がない形は子役外れ目で、これはこっちも子役外れ目になりますね。でまあ中流中段オレンジ、もしくはリプレイ、リプレイの場合はリプレイが揃わないことが条件となって2角となる。もう常にこういうふうに、リプレイなんとかオレンジが止まる形になるんで、まあそれを否定すれば自動的に法則崩れで2角になると。右チラね、これさっき入ったからね、普段全く期待しないのにこういうのを期待しちゃうよな。あ、残ってる。第一で引っ込まずに残ってるけど、この形はリプレイか子役かわからない。はい、リプレイ。あ、第二でも残ってるよ。あ、ちょっと第三で乗り出して引っ込んだから、これマジ頼むよ。もう一回来た。ちょっと違う、何だ、帰れんのか。あー、これはもう完全にいますね。で、テンパるか。あ、テンパった。7匹目。あー、もう決まっちゃうか。あー、決まっちゃいましたね。いやー、ちょっと右ちら全然なんでって言った割に2回連続で活躍してしまいましたね。あ、で、今ピカピカって光ったんですけど、その時は子役は成立してないから狙ってくださいと。要は子役優先制御なんで、レバー叩いた時にフラッシュすれば、そこでボーナスを狙いますよっていうことですね。はい、はい、ではですね、まだドット行きたいんですけど、ちょっとモードを変えて、今度ね、ウィッチモード。これね、SP3 の時はフラッシュモードっていうのあったんですけど、停止音が変わるとチャンスみたいなのがあったんですけども、正直ね、面白くなかったんですよ。もう本当にもう何なんだろうっていうぐらい。なので結果ドットモードで楽しむしかないみたいな、まあノーマルでもいいんですけど、だったんですが、今回これね、めちゃめちゃいけます。もうドットの代わりになりうるぐらい面白いんですよ。これも僕がね、評価ポイントの一つなんで、まあ、いわゆるドットインスではないけれども、まあ、ネオマジックパルサーを継承して、こういうね、トランプが止まったり、まあ、子役、ナビがあったりしてるんで、本当になんだろうな、まあ、ドットモードよりもちょっとこう派手に、ネオプラネットから最初にね、出たエルビジョンを液晶で再現した演出が楽しめると。ステーションも聞いてて分かるように違うんで、ニューパルなんだけど、なんかすごい新鮮な感じで打てます。おそらくね、カード1枚で子役、2枚まで行くとリプレイ、3枚まで行ったら演出発展みたいな感じになってるんじゃないかなと、前回の岸田の感想ではそういう記憶ですね。だからその矛盾で当たるとかもあったらめちゃくちゃ嬉しいな。カード1枚でリプレイ揃うとか、カード2枚で、子役とか、そういう矛盾系があったらね、これ以上好きになると非常にまずいんですけど。マジックスティックですね、右から左が、通常で、左からだと熱いと。はい、これはスターダストになるのかな、違ってたらすみません。滑ってきたな。あ、はい、
ボーナス絵柄なし目で、この形普段だとオレンジが下段に止まるので二角ですね。で子役はなし、これでレギュラーだけどその前で入ってたのかな。ちょっとまあそのままボーナス揃えちゃう。あ、演出見ますか。あとウィン、あこれ普通にウィンかな。はい、ウィン。お、これは子役？子役じゃないか。はい、というふうにね、普段だとあのバレギュラーだったらね上段に止まるんで、だからこういうふうにね化けかと思ったらみたいな、これでまあレギュラーですね。はい、はい、でさあどこで入ってたのか。あー、その前か、その前でしたね。スターダストの子役揃いで入っていたと。なるほど、そうきたか。今回はあの重複が相当多いです、まあ、かなり多いです。ほぼほぼって言ってもいいぐらい。だから単独をね相当減らして、それを生かすためにさらに子役優先制御にしてるんじゃないかなと。だから SP3 前作と比べるとね、パチスル障害でデータ取りもしましたけど、ほぼほぼ重複なんで、まあ、僕は入り目とか言ってますけど、まあ、決まり手チェック見ると自分がこうここだと思った前のゲームだったり、リプレイレンオレンジとかチェリーとか子役が連続した場合はもうさらに前だったりとか。はい、子役ナビですね、リプレイ。おわっ、ということはリプレイかな。はい、ワンカクリプレーか。リプレー、あーいい音楽。どうだ、あリプレーだった。リプレーでしたね。あーいい、ナイスナイス。いやー最高の BGM です、ネオプラネットダブレックス。ダブレックスだったっけ。はい、これは流れ星、流れ星の一番弱いやつかな。はい、ロック、お、ロングロングロング。これ SP3 と一緒だったら今ね6ゲームだ、50ゲーム以内にしか出ない、しかも確定のやつだったんで、どうしよっかな。これちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。あーどうだろう。あーこれは普通だった。はい、これはね、まあ、リーチ目です。この時点で二角なんですけど。ということはこれが成立ゲームという前提でちょっと続けますか。はい、この形ですね。あの中押しのカエルリプレイ、まあ、白バーなんですけど、 SP3 まではほぼほぼリプで、ビッグだったら下段までカエルを落とすことがほとんどそうだったんですけど、今回ねここからも普通にカエル揃うようになってるんで、ああリプレイねっていう感じじゃなくて普通に狙っていっていいですね。うーん、出ないか。ウィン。あー出た出たよ出たよ出たよ。これねちょっとやばいんですよ。これこのヤバさを知っているのはもしかしたら日本で俺だけかもしれないけれども、はい、ですね、まあベル揃いが今回重複確定に、なっているので、まあ今結果的にこれはもう重複なんですけど、このね中押しのカエル中段、これ実は今まで
絶対に止まらなかったんです。僕はそもそもそのニューパルの変速を始めたのは、2015年に出たニューパルサデラックスの時に、ニューパルで完全告知ってなんだよってことで、ちょっと暇つぶしに中押しとかこういろいろやってて、で最初俺これを狙ってたんです。カエル中断が止まんないからワンカブじゃないかと思って、でも結果的には制御上絶対に止まらない目だったんですよ。それが9年の歳月を経て、もっと言うとその制御って前からあったと思うんですけど、まあ、少なくとも俺の中では9年の歳月を経て止まるようになって、しかも腕角になった、もう大事件でございます。これまでの制御でも全然いいのに、このね中押し変える、要は上段ベルが揃いますよという目なんですけど、最高です。で今ピカピカ光ったんで、まあ、そのまま揃えてくださいと。これはね本当に今回僕嬉しくて、これニューパル変速やってる人なら分かってくれると思います。普段やらない方はもうあっそうと思ってるかもしれませんけど、あなたの打ってる機種でここにこれが止まったらっていうのが止まった時の喜びを置き換えて考えていただけると分かりやすいんじゃないかなと。なんだ俺だけかな、テンション高いの。諸人小ぞりで、あ、これですね、はい、入り目としては合ってました。でね、そのねさっきの、まあ、中段カエル中押しになるんですけど、結局これまでの中押しって、腕角となるのが上段バーのみだったんですね。しかもレギュラー確定で、楽しめないことはないんですよ、あの中押しって。あ、っていうか今言ってるそばから化けがそんなタイミングで来る。はい。今じゃないんだけどな、これでも成立ゲームでしょ。はい、まあ成立ゲームで揃えた、すごいタイミングで引いたな。ちょっとあの終わってから説明します。はい、レギュラー終了で、今説明してた時に化け当たりましたけど、要はバー腕角しかなくて、でそれ以外だと例えばこういう形で右を押してボーナスエカラが上下段に止まれば全て2角になります。これですね、7上段とかカエル下段とか普段止まる形で、で上下段にボーナスエカラが止まれば B 一目っていうのがあったんですけど、逆押しの方が圧倒的にこう分かりやすいし、バリエーションがあの豊富とだったんですけど、まあ、このカエル中段が採用されたことによって、まあ、ビッグ腕角、そしてこれまで通りの上段バーレギュラー腕角も入ってるんで、だから子役ナビとかでんどうだろう、厚演習の時どこ押そう、どうしようかな、7を直で狙うか、それとも普通のリーチ目を左から見るかっていうところに、さらに中押しのねサイル狙いとかっていう楽しみが加わったと。でしかもそのカエル狙いはもうそのままレギュラーだったら上段にバーが来るんで、裏が判別も一発でできると。もうね加点プラス要素ばっかなんです。絶対またロビー活動とか俺絶対言われると思うんだけど、マジで面白いんで、人に勧めなかったらスロギチさんとかにロビー活動って言われないのかな。俺が面白い面白いって言ってれば本当に面白い。あとはちょっとね違う当たり方してほしいんだよな。マジックスティック左から右へのバージョン、ね、いつもと逆バージョンとか、トランプ3ついって演出に入るんですけど、逆押しとかしてると出目で分かるんでね。あとはこの後当たればちょっと成立後に試したいことがあるんで、今回これの評価がね爆上がりした理由の一つというか、決定打ですね、ある意味決定打と言ってもいいです。はい、右から左、うーわー来た、子役が上段来てくれましたね。はい、ビッグですね。おー、しかもこんな形、ありがとうございます。さあ、
外れると。これも二角ですね。あのリプレイで、まあ、リプレイ否定してるんでこの時点で二角です。ここはもう普段だともうオレンジが飛ばないんで、はい、でこれねビッグかレギュラーって、あビッグって出ましたけど、まあビッグなのは分かってるんです。ちょっとこれね出したい目出すまでやるんで、あらーおら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 ー、これを見、これをいきますよ、いきますよっていうかこの凄さ、もう少なくともここにいる人には誰にも伝わってないボスにも鶴岡さんにも、これ来てる人には誰にも伝わってないんだけど、これ大事件ですよ。ニューパルを逆押しを知っている皆さん、今ボーナス成立後です。この目です。いかがお過ごしでしょう。お過ごし、はい、あのですね、この右リール中段7、これまでボーナスの可能性 0% の出目だったわけですよ。もう要はやめ目ですね。これが出たらもう何も入ってません。子役どころかボーナスももう超 0%、 まあ 0% に超つけるのもどうかと思うんですが、それぐらいのイメージ。それが今回なんとこういう風に出てくれるように、しかもねこれ見た感じ全然意味わかんないと思うんですけど、これリプレイなんですよ。もう一個のオレンジ7リプレイの方だとオレンジが揃ったりで、こっちだとリプレイっていうのがあるんで、これすごくないですか。今まで俺が知ってる限り9年、でもおそらく10年以上ボーナス 0% だった出目がボーナスの可能性、重複の可能性がある出目になったと。これマジで大事件です。これ興奮してる皆さんと俺全員友達になります。マジで LINE 教えてもいいぐらいです。これね本当に歴史的大事件でございます。じゃあ狙いましょう。まあどっちなんだいっていうか、まあビッグなんですけど、いやー出た、これ映像に収められて嬉しい。あーはいはいはい、冗談なの決まり手ね。これ何ゲームって出ないのはおそらく回しすぎ、10ゲーム以上回したからかな。はい、じゃあ今度はねちょっとモードお祭りと、カスタムでバウンドスタート、これ真ん中で上下操作、左右でまあ右左右左右操作そのままですけど、はい、今これでボーナス成立時の 1.1 分の1でバウンドスタート、するようになってます。ボーナス期待度 98%、 ちょっとあえてこれで打ちたいと思います。ほぼほぼバウンドスタートしないとボーナスは期待できないんで、まあ押し順は何でもいいということで左から行かせていただきます。重複のあたりでちょっと出てほしいやつがあるんで、今それにカスタムもやっております。はい、来た。まあバウンドスタートしたんで、まあ、まず当たってはいるでしょうけども、あーこれはリプレイなのか、それともチョークなのか。あーこれは生ですね。もうそれじゃおうか、あー外そうか。オートにしちゃった。オートにしちゃったね。で、入り目、1ゲーム前、中押しでね、ファイルが転廃して入った方。それじゃないな。今はね、バウンドスタートにしてるんで、あれですけど、基本的にさっきも言いましたけど、お祭りモードは、その重複が今回多いんで、子役成立時にわーってなって、次にどうなるかと。子役が、リプレイ子役が続けば告知は持ち越すんで、セーフセーフセーフみたいな感じで数ゲーム間にわたって楽しむことができます。今はねちょっとカスタムしてるんで結果はもうすぐ出ちゃいますけど、はい、
バウンド、どうちょっとでございますね。はい、来た。皆さんこれワンカクです。はい、ね、ちょっと僕逆押しやってたんであれなんですけど、今回この左リール、ベル、リプレイ、オレンジが滑ってくるとなんとワンリール確定になります。まあほぼほぼベルが揃うんですけども、今までのニューパルサーは、初代からもうこの形はボーナスノーチャンスだったんですよね。で今回はあえてチェリー狙いで滑って、まあ、要は500優先でベルを引き込んでくるという制御を持つことによってこの出目がワンリール確定目になった。これはね、ニューパルサーに滑りとい まあ、リーチ目というかね、出目の概念が加わった、これはもうね歴史的な新制御だと思います。これビタだと普通に止まります。でオレンジが揃ったりとかなんですけど、ちょっとカスタムしてるんで、ここぞという時カスタムしてなくてもお祭りモードでわーってなった時に左からチェリーを狙ってズルンと来たら、はい、ワンカク、このボーナス柄がないのにワンカクとベルが揃ってベル揃いチョークで確定目と、たまたま中押しのいい目も出てくれてますし、この中の新しいワンカク、これねで左滑ってベリオ、最高でございます。ボーナス確定だぞ。 OK、 ありがとうございます。はい、というわけでね、僕まだまだ打ちたいんですけど、もう取れたか大丈夫ですってことでやめさせられました。非常に残念です。今お届けした通り、これまでのねニューパルサーに加えて中押し中段カイルのワンカクが加わった。で左、滑りのベルリップオレンジ、今まではもう初代ニューパルから何の意味もなかった、極端に言えばね何の意味もないというか、もう子役でしかなかった出目が滑ってくればという、この滑りという概念がニューパルサーに加わった。さらに子役優先制御で、これによって、ゲーム性の幅がどんどん広がったし、前まではボーナス優先制御だったんで、例えばゲチェナが止まって子役なのに7狙ってそのまま揃って子役取れずにとか、チェリー付きでそのまま揃えちゃった、あもったいないっていうのがまずなくなった。太鼓の達人とのコラボなんですけども、太鼓の達人はあくまでもモードの一つであると。でそこが子役で基本的に煽ってくるんで、さっき言ったみたいに滑って上段というかベリーを狙うもよし、チェリー付きハサミ目狙うもよし、中にいるカエルを狙うもよしという形で、まあモードがね、僕ほとんどドットモードで SP3 だと、打ってて、まあ気分転換でノーマルで、まあ本ちょっとたまにちょっとハマってな流れ変えたいなっていう時にフラッシュとかやってたんですけど、今回はこれウィッチモードもドットモードに代用になるぐらい面白いですし、お祭りモードかな、の方はチャンスですよっていう風に煽ってくれるんで、マジでこれもう僕はもう断言します、ニューパルサー史上最高傑作でございます。ただこれはね、僕が、まあ、2015年のニューパルサデラックスから9年打ち続けて楽しんでいる僕だからこんなに興奮しているというのも事実です。普段打たれない方からするとえらいガールズを騒いでるけどそんなおもろいかなってなると思います。なので皆さんはこの僕の評価に対してまあ4割減ぐらいの感じでね、普段打たない方は思っていただいて構いません。でも間違いなく全ての押し順で面白くなった、この子役性あの優先性がとにかくでかい、そして設定が5段階になった。右のボーナス 0% の中段7からも重複でリプレイや子役の可能性があるということで、本当によくやってください。これ僕がアピールしてたから開発の方がその意見を汲んでくださったのか、ボーナス 0% っていうのもあれだしちょっとつけよっかってやってくれたのかはちょっと分かりませんが、僕の意見が届いていると僕は勝手に思っていたいです。それぐらい打って愛してますからね。よく塾長にズブズブと言いますけど、普通にプライベートでガンガン打ってますんで。なので、ニューパルサー工場委員会、パチバカ版、ニューパルサー SE4 ウェイズ太鼓の達人を283倍楽しむ方法をお届けしました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、
よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。